どうも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。あら、今回はこの組み合わせなのね。今回は Twitter の DM でとある方からご依頼を受けまして、動画を作成しました。依頼、それがこちら。今回のご依頼者は、普段からザ・バックルームズの翻訳や記事の作成をなさっているオーキティギフトに憧れたコマくん様です。今回のご依頼者様は現在ザ・ B1 というレベルの作成を行っています。このレベルのコンセプトは、砕けていない面白いレベルを日本人のグループで作りたいというものです。へえ、面白い企画ね。というわけで、今からザ・ B1 の解説を行います。先に言っておきますが、現在このレベルは未完成です。もし記事を追加したい、いや、こんな案があるという視聴者様がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄にあるファンダム様のザ・ B1 のコメント欄か、ご依頼者様の Twitter リンクまでご連絡をお待ちしております。ザ・バックルーム好きのあなた、ぜひ一緒に記事を作りましょう。では早速詳細を見ていこう。レベル B1 は2022年2月13日に新しく MEG によって発見されたレベルです。発見されたばかりであるため、サバイバル難易度などの情報はまだ記載されていません。なるほど、これからどんどん情報が埋まっていくわけね。そうなります。現在レベル B1 の記事は3度情報が追加されています。とにかく2月13日時点では MEG は B1 という仮の名前を付け、本格的に調査を開始したようです。では更新された情報を見てみましょう。2月15日、MEG によってこのレベルは正式に B1 と名付けられました。レベル B1 は多くの階段で構成されており、多くの高低差が存在することが確認されています。あと左側の写真ですが、B1 で誰かが撮影したものです。誰が撮影したのかは分かっていません。2月19日、情報が更新されたわ。このレベルには、ザ・ハブ、レベル54、レベル74、レベル411、からいけるという情報が追加されたわね。現在も調査中よ。またレベル B1 はボイドからも来れるのではないかと言われているわ。でも真偽は不明よ。この3月7日の情報を最後に更新は止まっているわ。ここから先の物語はみんなで考えましょう。というわけで、レベル B1 の情報でした。ここからは優秀な MEG の調査隊に引き継ぐわね。レベルの調査が進むことを願っているわよ。改めて、案がある方や、レベルの情報を考えた方は概要欄のファンダム様のコメント欄か、依頼者様の Twitter へご連絡お待ちしています。私経由でも全然 OK です。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。